お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。はい、参加メンバーはなこ、ちか、かえりねーという3人ですね。はい、というわけで、今日は重要な発表がございます。なんと10月の第1週をもちまして、ラッキーゾーンは9周年になりました。そしてついにね、10年目に足を突っ込む、すごいということでね、大事な1年がこれから始まるわけですね。コロナ禍の中のね、大変な時期ですけど、お客様と一緒にですね、また10年、次の10年という、ね、歩んでいきたいなと思っております。で、9周年イベントをですね、今週の末から実施予定ということなので、これを告知したいということで、今日は3人に集まっていただきました。はい、ただね、告知するだけじゃ面白くない、ゲームに負けた一人が、告知してもらおうそういうこと。絶対負けたくない。負けたくないっていうことだよね。噛んだ数だけひどい罰ゲームが待ってるという、だからこの告知をですね、告知をして、その噛んだ数だけ、なんかされる、うん、そうそう、噛んだ数が少なければ大したことはないけど、多かったら、もう10回とか噛んだら、もう相当怖いドッキリ。かまんやろあなた一人だけのドッキリを待ってるっていうね。やば、気をつけてください。はい、というわけで、準備したのは、目の前にあるジェンガです。ジェン、古典的ですね。というわけで、ジェンガを使って、負けた人が、告知、9周年イベントでも告知をしてもらう。いいよ。ルールで、ルールですけど、ちょっともう早く終わらせないとね、長いダラダラした動画になってしまうので、難しいルールを考えました。まず第1、赤と茶色のブロックがありますので、赤と茶色のブロックは必ず交互に取りまして、なるほどね、それが第一。第二のルールですが、必ず最初にこれをいきますと決めたら、それ以外のものをチャレンジしてはいけない。触ったらってこと？触ったらじゃない、最初に決める。触らずに。おー、オッケー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 。第三のルール、使っていいのは利き手だけ。むずい、激ムズやな。うちらこの前両手でやったやつ。この3つのルールで、ただ利き手であれば他のブロックも触っていい。ちょっと出して他の、調整しながらやってもいい。で、次の糸が触る前に倒れたらもう前の人も、あー、オッケーいいですか。はい、じゃあ順番どうしましょう。じゃんけんしよう。で、時計回りしよう。はい、じゃあこの2人から。じゃあ私もなんで端からスタートが決まっちゃうの。ダメよダメよ。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。最初はグーじゃんけんぽい。あ、ラッカこけた。はい、じゃあラゴちゃんからいきましょう。ちょっと待って、これ見定め結構大事よ。大事。あー、オッケー、決まったラゴ。私も決まった。もう早くね。はい、どうぞ。じゃあ、私はこいついきます。これいきますよ。あ、やべえかも。あ、待って、やべえかも。これもいいってことや。あ、待って、やべえかも。いきなりいきますか。なんでその上の方がやろうとしたの。え、その方がいい。うぃ、次誰、私、うちごま、私赤、赤、あ、そっか。おい
ここでまた悩む？ここ1時間悩むみたいなの絶対。OKOK。はい。右手しか使ってない。おー、うまいうまいうまい。やめて。あー、やばい。おー、やばい。小指より全然何があるよ。なんで小指使う？繊細ね、小指。行けばいい。あ、行けばいいか。これでいいのだ。あ、これあ、上に置くのね。ありがとう。茶色。茶色？一番取りやすいやつある。余裕やん。じゃあ、私は赤やつ。あ、さっきここを取った時にさ、めっちゃこいつ出るやつだよ。大丈夫？おーい。茶色。すっげー際どいとこ取れやろ。え、すごい。やば。赤。え、ここ不安定すぎるやろ。スカスカやろ。やば。そうだね、右手だけにさ、右手だけに。え、思った？え、マジで？ビクともしませんから、大丈夫。あー、やばいよ。おー、一番難しい。ああ、ちょっと繊細な気持ちが大事。うわっ。え、でもいいよ、ちゃんとなってた。え、すごい。結構あの真ん中の方がきつい感じになってきましたね。茶色ね。絶対これやろ。マスターなんか最近知ったんやけどさ、ジェンが多分うまいんよね。おー、おお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 、あーと今お水道が水道が国の後にやりましたね。はい、ということでご参加さーす。頑張れ。はい、というわけで、ラコちゃんは出ましたので、九州のイベントの告知をしていただきたいと思います。はい、かまんければいいよ。ん？かまんければいいよ。うん、じゃあ九周年のいいやろ。ここもいいやろ。いるやろ。いるやろ。いるやろ。そのイベント、そのやろ。ともそのも禁止な。あ、そうなの。オッケー。はい、どうぞ。9周年のイベントの内容を発表したいと思います。まず何何何何違う。いやいや、いいよ。8と10だけど9年やる。やる。まず今日も誰かが酔っ払う伝説の51杯泥酔 3days。 はい、もうおなじみの泥酔企画ですね。はい、必ず誰かが酔っ払うと、2、3人ずつですね、毎日3日間、みんなで51杯というふうに担当決めて、酔っ払っていこうかなと思います。もう数々ね、過去泥酔伝説を作ってきたから、この3 days ですからね。今年も誰かが豪快に酔っ払って笑わせてくれるんじゃないかなと期待してますんでね、チカちゃん。ね、ねスター。クラブしたことある。
ないです。ああ楽しみですね。いっぱいあったら、はい、ということで、1番泥酔企画でした。はい、どうぞ次を。日頃の感謝を込めて、ちょっと見たな私も自分で気づいた。来店記念品を進呈します。これは先着100名様です。はい、ということでこれも毎年の約束ですね。毎年10名には、来場記念品、来店記念品が、配布をいたしております。今年は何になるのかね、楽しみですね。まあおそらく、5月に余っていたというか多めに買っておいたあれが残ってますので。あれ使えない？ん？使用期限とかない？いや、あるかもしれんけど、そんな数ヶ月とかじゃない。まあ使いよったら、まあ、期限過ぎちゃったら溶けて、あのいつの間にか出ちゃった。最低だな。やだやだ、重大やな。何の役にも立たないもん。ほんとそれつけるだけ無駄。はい、一体何が今年加えられるのかね、楽しみですね。楽しみです。先着なんで、もうね、8日に100人来たらもう100人もう全部なくなるので、ね、早めに、来ていただくことをお勧めしたいと思います。はい、次どうぞ。3日間限定復活カラオケ特典勝負。カラオケ勝負をね、復活させますと。これは、多分5年前ぐらい、6年目ぐらいまでやりよったかな。ラコちゃん、ルールは知っちゃった。うん、ルールは一応知っちゃった。これ普通に、お店の普通の企画としてあった存在してたんですけどね。3日間限定で復活します。ただし、勝負する女の子の指名はできませんので、ね、その辺気をつけてもらいたいと。詳細は女子に聞いてもらいたいんですけど、女子に勝った場合のみ神に挑戦するので、ね、その時だけ出現する神がね、かなり前にいるらしいので、誰なんでしょうか。一回ね、ぜひ勝負していただきたいなと思います。はい、はい、ということで、9周年イベントやっていきたいと思います。周年は、地下にも1回経験したんかな、微妙にそのぐらいの地域に入ってきた。そうです、ちょうど地下の1年。そうですね、やばっ。早いですね。うかいちゃんは初めての、初めて参加ということで、やってみたったそうそうな。でまた初めて切った。出てないから。そんな感じで、カエちゃんもいつも通りアホっぽく出ますんで。はい、ということで9周年イベント、3日間ですね、一人でも多くのお客様のご来店をお待ちしております。お待ちしております。ぜひこの機会にね、YouTube でも同時に、この顔ぶれにですね、会いに来ていただきたいなと思います。まだ来てないところですね、そしていつものお客様も早めに来ていただいて、記念品を受け取ってもらいたいなというふうに思っております。はい、というわけで、マスターも噛んでた。うん、マスターも一緒に。やばかったよな。マスターも。俺が噛んでも全部噛んでた。一回も噛んでねえ。噛んでねえ。プラグすぎやろ。一回も噛んでねえような状態になる。